おっしょしょしょ、終わったぞ。やばいって。嫌だ嫌だ。コメント選手権開催。今回の動画の感想とお題の答えをコメントに書いてね。良いコメントは動画で採用させていただきます。今日のお題は、あなたが元気になれる曲は何。たくさんのコメントお待ちしております。皆さんこんにち は、ジャンピングー。はい、今日はですね、初めての試みマクドナルド満腹タイマンやっていきたいなと思いますね、はい、まずはですね、このティルテッドタワーに2人とも降りて、この街の中で対決します、はい、そして勝った人はですね、今回ね、用意しているハンバーガーをですね、一つ選べます、うん、そして負けた人のハンバーガーも選ぶことができます。いいね。最大で3回バトルするんだけど、うん、だからまあ最大3個ハンバーガー食べるんですね、うん、それで先に満腹になっちゃってもう食べられないっていう状態になった場合はですね、バトルに2回負けたと同じ扱いになります。つまりちょっと戦略もありますね、これ ね普通にハンバーガー食べるのもいいけど、相手に大きめのハンバーガーを渡すっていうのもありだと思います、ね、はい。じゃあとりあえずですね、ハンバーガーのラインナップ紹介していきましょうか、はい、普通のハンバーガーでしょ、うん、フィレオフィッシュ、エグチーズバーガーね、スパチキ、スパイシーチキンバーガー、うん、肉厚ビーフバーガー、ペッパー&チーズ、うん、最後にダブルチーズバーガーです ね。この最後の2つなんてのはかなりお腹いっぱいになる、だ、ね、うん、でかいよ、でかいんで、この2つを食べさせられるとかなり勝利に近づくんじゃないかなと思ってるけど、武器は割といいのがそうだね、だいたいいい感じ。あのなんだっけ、普通にこの街縛りなんでウェブシューターは取れない、あ、まあ、でもあれか、宝箱から出てくる可能性あるから、うん、おレアチェの音がする。おっと、わあ微妙だなこれ。例えば今回ね、スキンをパパはディラックスフィットジョージで、僕はザーバーガーにしたよね。そうだね、両方ハンバーガー系だね。ハンバーガー系です。パパは爆発するについてて、僕は顔がハンバーガー、はい、ちなみにもうお腹空いちゃっててね、お腹グーグーなってます。とりあえずなんか食べたい。そう最初はさ、ハンバーガーとか食べればいいんだろうけど、うん、そうじゃなくて普通にダブチを食べてしまいそうな。だね、うん、選んじゃいそう。選んじゃいそうだよね、お腹空いてるから ね早く決着をつけて食べなければ何か食べなければ逆にやばい。だからまあ万が一ストレート負けしたとしても、相手を満腹にさせられれば2対2の同点には持ち込めるってことだね。食べさせ方と戦い方だね。そうだね、順番がだいぶ勝敗を左右してくるね。食べさせ、面白いじゃないですか。今までやったことないよこんなの、うん、この動画はですね、日曜日に撮影しておりますので、コメント選手権のコメントがですね読めておりませんので、うん、その辺は編集中のお父ちゃんにお任せするかと思いますので、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで編集中のお父ちゃんでございます。今日もですね、コメント選手権ピックアップしたコメント読んでいきたいなと思います。 YouTube にいただきました関谷さんですね。今日の動画も面白かったです。レーシングのスナイパーのエイムいいですね、羨ましい。好きなハンバーガーはケンタッキーの和風カツサンドです。おお、なるほど、確かにケンタッキーのサンドって美味しいよね。和風カツサンドはですね、ちょっと食べたことがないので今度トライしてみようかなと思います。はい、続いてこちらも YouTube にいただきましたアップル君さんですね。スナイパー当てるのがうますぎです。好きなハンバーガーは長いですが、サムライマック炙り醤油風ダブル肉厚ビーフバーガーです。頑張ってください、うん、あ、これ美味しいよね、うちもよく食べます、本当に美味しいです。はい、続いてこちら LINE にいただきました、ナオトシーさんですね。スナイパーに好かれていたエイシン君が面白かったです。僕はコンビニのハンバーガーが一番好きです。マック並みのクオリティで温めるとチーズが溶けて美味しそうです。これからも動画投稿頑張ってくださいって。コンビニのハンバーガー何気に食べたことないね。マック並みのクオリティなの、本当にちょっと気になりますね。あなたとアキどっち側に来てる。ああ、遠いか。いた！おっと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 、飛んだ。よし、あ、一発。どこで飛んだ、これか。しまった、むやみに飛んだ、むやみに飛んだ。いてててててて、こっちは浅く持ってないからな。
アサルト持ってないんだ。いやもうアサルト持っておくべきだったかな。なっ、よしよしよし、おお、なるほど。エアチェから出たのはこちらでございました。いやそれちょっときついな。おっと、いった、おお、シュランカー入った。よし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 。お、また逃げたな。どこだ、どこ行った、わかんない。くー、決着つけたかったのに。危な、お腹減ってんだこっちは。このタイマン、もしかしてパパのが有利なんじゃないかって思ってる人いると思うんですね。大人だから多く食べられんだろうって思ってる人多いと思うんですが、おっといったな。でもね、エイシン君ね、意外ともうね、食べられるんですね。うん、もう大人の量食べられちゃうんで、うん、だからあえて今回はこういうような企画をやってみました。はい。はい、上取り戻し。今のうちに。上取り戻してもな、これで来ちゃうんだよ。あ、やばいやばい。よし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 、やばいじゃんこれ。よし、アンチ入った。え、なんでなんで、ティルテッドの中にアンチあんの。まだアンチ入ってる、ちょっとだけ。おー、来た、マジか。うわー、うまい。よしよしよし、一戦目はいけそう。やばいやばいやばい、これはまずい。幸運の、幸運のカラスちゃん、カラスちゃん行かないで、カラスちゃん。一旦ぐるりと一周してからの、はあ、おっと、はあ、はあ、もし回っちゃった、やばい、はあ、ああ、気づいた、やばい。ベビーカー、あー、ダメ、当たんない。よし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 、ギリギリ入ったな、ジェ、ほいほい、あー、残念残念、ヘビーショー。1戦目はゲッチ、イエー。はい、ということでエイジン君1戦目勝利だったんで、はい、何を食べますか。僕はハンバーガーを食べます。普通のハンバーガー。普通のハンバーガー、了解。で、パパに食べさすのは何するの。とりあえず江口。江口、あ、了解です。じゃあこう買ってありますんで、はい、早速食べましょうか。はい、私は江口ですね。僕はハンバーガー。はい、じゃあいただきましょう。はい、いただきます。ちなみに今回はポテトは買っておりません。はい、ポテト食べたら腹いっぱいになっちゃうからね。いただきます。あのコーラは買ってあります。うん、喉詰まっちゃうから、うん、いただきます。うん、あ、江口美味しい。うん、マジか。うまい。まあ、チーズバーガーの間に卵が挟まってる感じ。うん、今の空腹を満たすためのハンバーガーだね。うん、ここから辛くなっていくと思うよ。ね、2戦目の戦いが長引けば長引くほど厳しいものになっていくんじゃないかなと思いますけど。うん、いや、まさかエイシン君がペッパー&チーズとダブチを残すとは思わなかったな。残しましたよ。どっちかをパパに食べさすんじゃないかと思ってたけど、うん、まだその時ではない。1個目食べ終わりました。あ、食べ終わった。うん、パパももう食べ終わります。まだ最初のはうまい。うん、この後がどうなるか。美味しかった。うん、じゃあ第2戦目いきましょう。はい、
はい、ということで第2戦目はスリーピーサウンドにやってきました。はい、じゃあ、こっちかな、武器ある。うん、いいのが出ちゃった。いや、わかんないの、どこ行ったか。おお、いいんじゃん。うそーん。いや、待って。今何したんだ。あ、それか、なるほど。きつい。回復落ちしかない。うわあ。危の。なに、スナイパーか。負けたくない。今度こそ勝たせてもらうよ。はい、再び編集中のおとちゃんでございます。コメント選手権の続き読んでいきたいなと思います。はい、最後にこちらもらいにいただきました元気さんですね。配信お疲れ様です。最初のスナイパー縛りは近距離ができなくてしんどいですよね。で、僕の好きなハンバーガーはダブルチーズバーガーです。なぜならチーズが好きだからです。これからも縛りプレートタイマーを頑張ってください。ありがとうございます。今回やっぱりね、ハンバーガー何が好きということでマクドナルドを選んだ方が非常に多かったですね。うん、わかる。うちもほぼ週1ぐらいで食べてるんでわかります。で、ちなみにエイシン君の好きなハンバーガーはですね、マクドナルドのサムライマーク、そしてバーガーキングのダブルバッパーチーズみたいです。バーガーキングのハンバーガーってね、炭火で焼いてるんでね、非常にね風味があって美味しいんですよ。私も大好きです。で、僕が好きなハンバーガーは何かっていうと、クワーイナのハンバーガーかな。バンズにねバターが塗ってあってトーストしてあるんですよ。もうそれがすごい大好きです。ということで今日の動画のお題は元気になれる曲を教えてということで、皆さんの好きな曲、アーティストの曲でもいいですし、クラシックの音楽でも良いので、たくさんのコメントお待ちしております。おお。おお。僕は今金カラスを倒して金の武器を手にした。マジかよ。おっしょ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 、終わったぞ。やばいって。ヘビショットガンで僕さっきパパ倒したから。おお、目の前。いやだいやだ、痛い。ああ、惜しい。惜しかった。よし、当たった当たった今。当たったよ。やばいやばいやばい、健在がない。どこだ。はい。待って、くー、そっちはウェブがないから簡単に距離詰められないもんね。いやあ。よしよし、もう健在。はい、ということで2戦目はパパの勝利ですか。第2戦はパパの勝利でございます。イエー。ということでパパはですね、フィレオフィッシュを選びたいなと思います。エイシン君はダブチ。いやー、重い。重いですよ。重いけど嬉しい。はい、食べられるやつにしたから。はい、ではいただきましょう。いただきましょう。フィレオフィッシュめっちゃ久しぶり。お、やっぱりこの優しいサイズ、このサイズ感。いや、フィレオフィッシュ優しいからな、サイズが。ダブチは、エイシン君フィレオフィッシュ食べたことなくない？ない。いただきます。ダブチはやばい気がする。いただきます。うん、うまい。うまい、うまい。いや、ちょっとね、第2戦目時間かかっちゃったんで若干お腹が満たされてたんだけど、やばいんじゃない。3個目。3個目やばい。食べられない気がする。まだ満腹じゃないですか。うん、満腹って言っていいんだよ。まだです。うまい。まあ、ダブチはうまいよね。うん、ただボリュームですよ。ボリューム多いんだよね。ボリュームは多いよ。うん、ちょっとずつ限界近づいてくる可能性もなくはない。パン3個決定だもんね、これでね。第3戦目はソルト&ペッパー。うん、あと残りはなんだっけ。スパチキだ。あとスパチキとそれだから、辛いのか、そう、辛いのか多いのか。お腹いっぱいになってきたな。うん、
よし、食べ終わった。え？食べよ。はい、じゃあパパも食べ終わりました。はい。じゃあ第3戦目やっていきましょう。はい。はい、じゃあ最後はですね、ログジャムランバーヤードにやってきました。うん、ここは割と狭いんで、うん、すぐに決着がつく可能性あり。武器だな、これはもう。あ、ダブ、ハブアイアンショップこんなとこにあった。マジで？ナイス、最後の選択。ナイス。またウェブがあるんだけど。またウェブ出たの？羨ましいなぁ。一回も出てない。と思ったら出ました。出た。お、やっぱ溜まったな、さっきの。すごいゲップ出るもん、パパ。めっちゃゲップ出るもん。まあ、コーラもあるだろうけどね。あれか、危ない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 ねえ危ない飛ば飛ぶなぁ。ちょこ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 、プシュ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 。いたいや、撃つべきだった今。お腹がいっぱいなんだよ、もうもはや。ちょっとね、まずいかも。スパチキ取った方が全てに勝利するんだ。いや、辛い代わりに勝つのはちょっとやばいな。よし、ダメージ効果なかった。いや、当たんなかった。まずいぞ、ショットガンの弾がない。おっと、あー外した。14、やばい。35、もうこれ壊しちゃおう。ふぅ、おい、待って、おい、開いた。どこだ、落ちろ。あー残念。お腹いっぱいだけどピザ食べるしかないなってきたけど。ピザの話をしないで。お腹はまだいっぱいじゃない、まだ食べられます。さあ今まだギブアップではない。待って、アップだ。やったー、やったー、勝ってしまった。スパチキよし、とりあえずパパが勝利しましたんで2勝1敗ということですね。あとは満腹にどっちがなるかの勝負で決まります、はい、何を、どっちを選ぶか先に決めたいなと思います。肉厚ビーフ、ペッパー&チーズか、まあ、両方パチキ、両方いきますか、ね、まだ両方いきますよ。いきますか。いきます。じゃあ、エイシン君、スパチキにしてあげよう。え、スパチキにしてあげる。で、こっちがいいの？あ、本当に肉厚ビーフバーガー、ペッパー&チーズ、はい、本当食べたいのね。食べたい。ほんと、じゃあ、いや、ね、これで、ね、耐えたらすごいと思う。そうだね、これで耐えて、あ、なるほどね。いや、勝てないから。まあ、勝てないか。まあでも、もし耐えたら、満腹にならなかったら、じゃあもうドローにします。じゃあパパはスパチキです。四角いねー。スパチキのね、ソースは、パパ割と好きなんでね。はい、じゃあいただきまーす。いただきます。うまい、うまい、これは。うん、美味しいよ、これも。さすが。この、さ、タイマンさ、うん、マックも食べながら、まあお昼ご飯食べながら、対マンできるなと思ってやったんだけど、この企画ね、意外ときつかったね。なかなかね意外ときつかった、これ。じゃあパパ、これ最後の一口。うん、で、大変美味しかった。ペッパーちょっと辛いけど、うん、普通に食べる。ほんとね、よかった。あ、食べよった。うん、マジか、食べられました。おお、ギブアップはしなかったから、うん、じゃあドローですね、うん、はい、だってエイシン君はさ、ダブチとダブチとニカツビーフ両方食べてるからね。思いの2つ食べて大丈夫だったの。大丈夫だった。じゃあこれは感じでドローです。溜まってんだこれは。今日は夜ご飯少なめでいいですね、はい、ということでですね、今回はですね、マクドナルドタイマーをですね、やってみました、うん、楽しかったね。楽しかった、どうします、今度ロッテリアタイマーとかやってみる。そこ行こうって、まあ、ちょっと考えましょうかね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。